この伝説のポケモンめっちゃ強い。これ4度目。さあ、これはね、ちょっと道具を使っていかないとどうやっても勝てないので、とりあえずみんな無敵玉で無敵になってから、ちょっと近づくでしょ？で、しばらくはダメージ入らないから、あとはこの爆裂の種。これが100入るから。OK、いいぞいいぞいいぞ。みんな無敵玉もまだ持ってるしね。爆裂の種全部ぶちかましてやろうかな。なんか見た目がなんかあれだね、唐辛子みたいな感じだったね。あ、やべ、みんな無敵玉が切れてしまったんで、もう一回使って、よし、いいぞ。みんな無敵玉って結構貴重なアイテムなんだけど、こんなに使わない方が良かったかな。まだあの伝説のポケモンあと1体残ってると思うんでね、最低でも。前回サンダーやっつけて今回ファイヤーなんで。さあ、しかしこいつ結構しぶといな。だいぶダメージ入れてんだけどな。さあ、爆裂の種も全部使い切ったんじゃない？みんな無敵玉、みんな無敵玉はあるけど、あとはまあ普通に殴っていくしかないか、これ。オッケー。あ、いや、ちょっと待って。普通に攻撃した方が強かったっていうね。ひどいな。俺ちょっとショック受けたよ、今。爆裂の種より普通に攻撃した方が強かったっていう。なんのこれ式のことで。待ってくれ。オイラたち、悪さしにここへ来たんじゃないんだ。ただ追われて、この山に来ただけで。それに苦しんでるのはこの山だけじゃない。今、いろんな場所が自然変動にやられてるんだ。オイラたち、今は追われててできないけど。でも、自然変動に苦しんでいるポケモンたちを助けたいんだよ。その話、本当なのか？本当だ、信じてくれ。もし嘘だと思うのなら、オイラの目を見てくれ。でもお前、ニャースの目、ニャースの目を見てもさ、信用できる目なのかな、あれは。いいんだ。あなた方の話、信じましょう。ニャースの眼力が効いたね。オイラ腰が抜けるかと思ったよ。ここを通りなさい。炎の山を抜けるのです。そして、約束してください。必ずや被害の原因を突き止めて、これ以上自然変動が広がないよう食い止めることを。わかった、約束する。と言っても、今すぐってわけにはいかないけど、すぐ怒られたの今。今は追われてるんでちょっと無理だけど、でもオイラたちは救助隊なんだ。必ず自然変動の原因を突き止める。約束するよ。約束ですよ。あなた方ならきっと成し遂げてくれる気がします。私に立ち向かった勇気、いや立ち向かったっていうか、そっちから襲ってきたんだけどな。それを忘れなければ。まだ何か。いえ。ただ、ここから飛び立とうと思っただけです。そうなんだ。いちいち紛らわしい。では。あいつのせいなんじゃないのね、この。この、火山みたいな感じになってんのは。すげえ怖かったよ。でも、ファイヤーが分かってくれてよかったよ、本当に。さてと。オイラたちも抜けようぜ、炎の山を。いやー、ここですごい足止め食らったわ。
すごくたくさん歩いたな。オイラ疲れたよ。ちょっと休もうぜ。いい景色だな。あ、ほら、ピカチュウ見てみろよ。炎の山があんな小さく見える。さっき行ったところあそこだ。あんなとこにいたんだね。足やけどするだろ。ほんとだいぶ遠くまで来たよな。なあピカチュウ、炎の山を越えるのがとても大変だったし、あそこを越えられるポケモンって少ないと思うんだよ。いや、あれを越えてきたら結構やばいポケモンだよね。そしてその後オイラたち必死でここまで逃げてきたわけだしさ、正直オイラ思うんだけど、ここまで来たら追ってくるポケモンなんてもう誰もいないんじゃないかな。そうだね、多分いないと思うけど、でもいたりするんだろうなきっとな。やっぱりピカチュウもそう思うか。そうだよね、いるわけないよね。よし、これで逃亡生活ともおさらばできる。もう逃げ回らなくてもいいんだ。ダメだピカチュウ、手強い相手を忘れてるよ。フーディンだ。あいつらならきっとどこまでも追ってくるはずだ。うん、しょうがない。行くとするか。とにかく誰も行けないような場所がいいな。頑張って歩こうぜ。どうしたんだよ、行かないのかよ、ピカチュウ。え、オイラが疲れてるんじゃないかって？追っ手が来るんだ。休んでなんかいられないよ。それに、オイラ言ったじゃないか。オイラピカチュウについていくって。そんな顔すんなよ、平気だって。行こうピカチュウ、オイラどこまでもついていくよ。こうしてピカチュウたちの過酷な旅は続きました。彼らはより厳しい場所を求め北へ向かいました。山の向こうの山を越え、ぬかるんだ沼を抜け、凍った崖を登り、ピカチュウたちはとうとう雪が積もる氷雪の地へとやってきたのでした。炎の山から氷雪の場所までいろんなとこ行くね。鼻水も凍っちゃいそうな寒さだよ。ずいぶん寂しいところに来ちゃったよな。雪も積もってるし、さっきから他のポケモンも全然見当たらないし、もしかしたらもう誰もいないんじゃないかな。ん？どうした？めっちゃ見られてる。あ、あれは。さっきのは一体ポケモンみたいだったけど、てかポケモン以外の生き物っているのかなこの世界。気のせいじゃないよな。確かに誰かいたよな。こんな寂しいところで何してたんだろう。まあ考えてもわからないか。先を急ごう。お、ピカチュウ見てみなよ。樹氷だ。木が凍ってるよ。あ、ほんとだ。すごい綺麗。氷の粉が空から降っている。綺麗だけど、ものすごく厳しい場所なんだろうな、あそこ。で、やっぱりここ、越えないといけないんだよな。うわー、これなんか伝説のポケモン出てきそうだね。またファイヤーみたいなやつが。寒さがすごく厳しそうだし、あんまし行きたくないんだけどな。でも逆にここにずっといてもしょうがないし、全身あるのみだ。頑張って越えていくしかないな、ピカチュウ。ちょっと待って、無敵玉結構使っちゃったから、もし次伝説のポケモン出てきたら結構きついことになるぞ、これ。うわぁ。氷のポケモンがすごい出てくるね。うわ、結構暗い。
ちょっと強いぞ、おい。結構強いぞ。こんなふざけたやつなのに。やめてやめて。よし、やっつけた。だいぶ森の奥まで来たぞ。ここを抜ければ出られるかも。もう少しだ、頑張ろうぜ。ん？ピカチュウ今なんか言った？だよな。なんか声が聞こえたような。気のせいかな。引き返すのだ。ここは通れない。誰だ？ここを通ることは許されない。どうしてもここを通りたかったら、その時は私を倒してからにしろ。